伊予鉄道工一形状機機関車。伊予鉄道工一形状機機関車。伊予鉄道工一型蒸気機関車は、伊予鉄道に在籍したタンク式蒸気機関車である。松山水戸館開業に備えて1888年、明治21年5月に1.2の2両が、さらに松山平井河原の館開業に備えて1891年、明治24年11月に3.4の2両が、 それぞれドイツミュンヘンのクラウス社、うつつのクラウスイコールマファイ社ゼントリンク工場で製造された。これらは、伊予鉄道の資材調達全般を受け負った、東京の滋賀商会からドイツハンブルクのアッヒエンバッハ、商会1.2を担当及びカールローで商会3.4を担当を経由して発注されおり、製造名盤の中央には、滋賀商会の名が要告されていた。 なお、1.2は、日本に輸入された、最初のクラウス社製機関車である。運転整備重量7.8トンの車軸配置例から、4から0があった方は、式単式に気筒ウェルタンク機である。板台大枠の一部を仕切って、水タンクとする、ウェルタンクの開発元である、クラウス社が手掛けた、本形式は、同方式を採用した、日本初の蒸気機関車でもある。その成功は、 大枠強度の向上と低重心化、それに燃料雇用石の拡大をともに容易化するこの方式の有用性を広く知らしめることとなった。小型の 762mm 機関軽弁鉄道用 B 型機であるが、同軸は当時の小型機関車としては珍しく重量配分を均等化する3点支持方式を採用して軌道への追従性を良好なものとしてある。また、 便装置は変身リンクを組み合わせた外側、スティーブンソン式、ボイラーへの注水は2機のインジェクタを使用する方式であった。ボイラーのキセル本数は45本、使用圧力は当時のクラウス社が標準設計として推奨していた12.4アトムで、加減弁は煙突と蒸気ドームの間に独立しておかれる。動輪は小型機であったためか、 一般的なスポーク式ではなく丸や穴が開けられた、鋳造品によるディスク式とされ、運転台は背面に、つま板のない開放型、煙突上部に、ディスカゴカたちと呼ばれる、独特の形状の火のコ止めが設置されているのが、心臓時の外観上の特徴であった。いずれの機構、設計とも設計当時のクラウス社の標準的な作風を示し、 同時代の WG バグナルやカースティュアートなどのイギリスメーカー製小型蒸気機関車群と比較すると堅牢さや実用性の差で勝っていた。さらに製造コストやオーダーに対する納品の迅速さなどもあって以後の日本で開業が相次いだ中小施設には本形式あるいはクラウス社の設計を反とするウェルタンク式の土製小型蒸気機関車を導入する事例が相次いだ。 連結機は当時の国鉄で標準であったネジ式連結機が採用された。ただし、小型の軽便鉄道用ゆえに、バッファーは中央に一組のみとなっていた。伊予鉄道の主力機関車として、造備車である高2型や高5型などと共に1954年の蒸気機関車全廃間際まで横変の森松線を中心に長く使用された。その間、 道後鉄道及び南予鉄道の合併で両者の機関車、後の高3型及び高4系が伊予鉄道席に編入され、車両形式を区分する必要が生じたことなどから、1900年頃に高1型という形式が与えられ、運転台背面への窓付きつま板の設置、通風力の不足を改善するための煙突費の小止めの変更、そして、 高浜線の電化と連動する形で1931年、昭和6年から937年、昭和12年にかけて順次実施された全線の 762mm 期間から 1067mm 期間への改め機に伴う改め機工事と順次改造が加えられたが、1953年、昭和28年には DB-1K ディーゼル、 機関車の新投入で余剰となった位置が廃車となり、762mm 機関仕様に戻された上で貨車を改造して、開業時の二軸客車を復元したものとともに、道後公園内に保存された。また、同時期に同様に廃車された3も、愛媛大学工学部に寄贈された。これに対し、残る2.24も、 db-1 型が出揃った後に廃車となったが、こちらはいずれもそのまま解体処分されている。もっとも、道後公園に保存された一は、入園者が容易に触れる状態であったことがわざいし、保存直後から心ないものに部品を次々と虫に取られて荒廃するという事態に陥ってしまった。このため、1965年、昭和40年に、リオ鉄道は、 愛媛大学から産の返還を受け、これの部品を使って一の大修理、復元を実施し、以後は、伊予鉄道直営の梅津寺パークで保存されることとなった。なお、1967年に一は、国鉄から鉄道記念物に指定されている。文化財は1968年に、愛媛県指定有形文化財の民族資料となり、1977年に、 同県指定文化財の歴史資料に変更した。梅津寺パークは入園者の減少から2009年3月15日、限りで閉園となったが、1は有料公園、梅津寺公園となった敷地内で引き続き保存展示されている。夏目漱石の坊津ちゃんに登場する列車、坊ちゃん列車のモデルとなった車両であったため、本形式は知名度、人気ともに高い。 そのため、伊予鉄道本社前と、愛媛県総合科学博物館に、実物大のレプリカが展示され、さらに1977年には、松山市の機械メーカー、米山工業の手により走行可能なほぼ完全なレプリカが、そして2001年10月には、ディーゼル動力ながら、伊予鉄道松山市内線で、営業運転を行うことを目的としたレプリカ、D1K が製造されている。 なお、伊予鉄道本社前に置かれていたレプリカは、2016年12月に本社ビル内に開設されたぼっちゃん列車ミュージアムに移動している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。